良い鉄から良い品が入っております。良い出来です。良い出来です。良い出来です。ご武運を。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。何者と聞いているのです。名を明かせぬならあなたも敵とみなしますよ。サスケ。サスケか。助けてくれてありがとう。
無事で。で、この人たち何ですか？私を助けてくれたんだ。それより、何が起こっている？一大事です。織田信長公、京の本能寺にて家臣、明智光秀の手にかかり、お討ち死に。信長公が謀反に倒れたというのか？そうか、それで明智の兵が安土を抑えようと。姉上は小無事だろうか？不穏な様子に気づいて、お城の方々は事前に逃げ出していたようですよ。チャチャ様もそれで逃げてこられたのですね。ところでチャチャ様はどちらのご家中の？のんびり話し込んでる暇ないんじゃないの？そうね、雪村様、まずは一刻も早くここを離れましょう。わかった。チャチャ様もそれでよろしいですか？ええ。姉上もきっと安土を脱出されているはず。なんとか見つけ出してお助けしなくては。あんたもまだついてくる気？まあ、面白そうだし付き合ってあげるよ。そうか、それは心強い。ありがとう、サスケ。なんかな、いいんだけど。無駄口はそこまでになさい。行きますよ。はい。はいはい、やりゃいいんだろ。先輩を立てなさいよ。姉上も町の中におられるだろう。早くお助けしなければ。子供二人の面倒は任せたよ。雑魚の相手はやってやるからさ。雪村様、そっちの子、絶対に私のそばを離れないこと。これに姉上って人も増えるんでしょ。死なせないとか。ご苦労さん。言われるまでもないっての。全員守るのが雪村様のお望みなんだから。それじゃ邪魔者を片付けるわ。邪魔くせえ。あれは、あなた、あの者を助けなさい。じゃあ、そんな時間あるな。
年頃の少女。それなら町の裏路地で見かけたが。このぐらいどうってことないよ。開門。よし、これで進める。早く姉上をお探ししよう。姉上を置いて信濃に戻ることはできません。もしもの時は先にお逃げください。何が天下だよ。これから武士ってのさ。敗北条件変更。敵を見つけて倒すだけの簡単なお仕事です。でもここから生きて帰りましょう。これで家族のもとへ帰れます。城下から出るには南へ行かないと。あそこの門から出るしかないか。
ものぐらいどうってことないよ。やるじゃん。負けてらんねえ。東の方が騒がしい。みんなあちらへ向かうぞ。そろそろ行くかな。開門。狙い通り敵は東側へ。あとはあいつら始末しちゃえばいいか。開門。あそこまで行けばジョークは抜けたも同然。ゆっくり、でもなるべく急いでですよ。チャチャ様、姉上、助かりましたね。お怪我などありませんか？私は何ともありません。それより、お二人にお礼を言わなくては。
やっと見つけた。よかった、無事で。あなたが来たのですか。では羽柴の軍はすでに。うん、それはもう大急ぎで。ん、この子たちは。ゆえあって連れになりました。真田幸村と申します。茶茶様には危ういところをお救いいただきました。私は何も。あなたこそ。そうか、一緒に安土を落ち延びたんだね。ありがとう、偉いね。私たちは機内に戻るけど、あなたたちも一緒に行く？いえ、私たちは国に戻ります。サスケはどうす。あれ、さっさと姿をくらませたようですね。そうでしたか、ちゃんと礼を言いたかったのですが。そっか、送ってあげたいけどごめんね。私たちも時間がなくて。お気遣いなく、ここまで来れば追ってもないでしょうから。うん、本当にありがとう。さ、行こう。ええ。チャチャ様、道中お気をつけて。あなたこそ。はい、今度は泰然としております。その世話をかけました、ありがとう。いいえ。羽柴の軍って言ってましたよね。じゃああのお姫様、ひょっとして。雪村は父上にお話しなければならないことがたくさんありますね。はい、姉上、急ぎ真田の里へ戻りましょう。それにしても信長公が倒れるなんて、これからどうなってしまうんだろう。